おはようございます。5月2日になりました。6時32分の相場解説になります。まあ今日はですね、月足から順番に見ていって、まあ冷静に全体的な相場感を振り返ってみようかと思います。まあゆっくり見ていきましょう。こちらからです。まず月足なんですけども、ここだけ見ると、ここだけね、急激に上昇しますよね。まあ上髭が出てるのが気になるところですけども、まあ右肩上がりと言っていいんじゃないかなと思います。こちらの限界点はもう超えてますんで、さらなる上昇が予想できます。まあ円安の130円とか135円の方向ってことですよね。まあ今年中に135円は一回タッチするんじゃないかなと思いますけども、まあ根拠はほとんどありません。なんかそんな感じがするなみたいなね、緩やかな感です。ずーっとね、この辺りで推移したんですよね。でもね、この辺りでね、こうやって、だからここまでは随分と、まあ言ってみれば平和な値動きだったわけですよ、こういうところは。それがね、一気に超えちゃったのがこの2ヶ月ですからね。だから紛争とか戦争がいかに一方的に相場を押し上げるのかってこと、もしくは押し下げるのかってことが分かる一末だったんではないかなと思います。多分ね、思い出して、見てもちょっとせんないことなんですけども、ここもなんかあったと思うんですよ。ちょっと私記憶ないですけどもね、こことかもね、こことかも、まあ振り返ってみるといろいろと検証できるんではなかろうかと思います。じゃあ週足の方ですね。週足ももう見るまでもないんですけども、2ヶ月連続で急上昇、だから8本から9本この陽線が続いてると思います。まあ陽線が3本続くと上昇トレンドが形成されるっていうふうなことをね、フォーメーションでやりましたけども、テクニカルでここですよね。まさにこういうふうになったわけですよ。はい、じゃあ日足の方を見ていきましょうか。右肩上がり一辺倒だったんですけども、日足も同じですね。日足もね、ずーっとレンジを保っていきながら、一旦この辺りでブレイクをすると N 字を書きながら上昇するっていうのは続くのかなと思いますよね。でさらなる N 字を書こうとしてるのがここではなかろうかと思います。ですんで135円か、こちらの方を私は見ているってことになります。じゃあ4時間の方です。右肩上がりですね。はい、一旦下降線を引くようなレンジになったんですけども、やっぱりここを突き抜けて上昇した瞬間に大きく上に出ました。そこで反発して下の方に行ったんですけども、同じ水準、ここが力点になってますので、これから跳ね返って上昇して N を新しく書くんではなかろうかと思っております。これが今週の展望ですよね。じゃあ1時間を軽くお話して終わっていこうかと思います。どんどん下がってるでしょ。下がっていますけども、おそらくですね、この水準で跳ね返っていくんではなかろうかと思うわけですよ。まあ、もちろん今跳ね返りつつあるのかもしれませんけども、もう一回ぐらいね、下げを作って、でここをぶち破るように上昇していくんではなかろうかと思いますね。うん、まあ、だからこれが今日中に起きるのかどうか分かりませんけども、まあこの連休中に見えるんじゃないかなと思います。まあ祝日もありますけども、FX の世界ではちょっとね、別の曜日感覚で動いてますんで、その辺冷静に見極めながらエントリーする人、それから検証と振り返りに使う人、こう重ね重ねやっていきましょう。まあどっちにしても今週ゆっくり見ていきましょう。これは急激な値動きってのはちょっと今のところ考えられませんからね。今までがちょっと急激すぎたんで、うん、はい、じゃあそのことですかね。まあ月足から順番にこうやって見ていくと、まあ値上がりっていうかね、円安になるだろうということはわかると思います。じゃあ以上です。